Click Parlor. This program brought to you by Gato Sun or Label. 200302月曜日0931、ガトーソナーレーベルのトコットでございます。3月になりました。3月1日から始めようかなと思ってたんですけど、なかなか、体が思うように動かずという感じになっちゃったんでしょうかね。ガトーソナーレーベルとして、毎日1回のラジオを上げていこうかなと思っております。ラジオのタイトルはクリックパーラーにしようかなと思っております。ガトーソナー、ケーキの音っていう意味で、まあ小さい細かいローファイの音、とかジングルとか上げていこうと思ってるんですけども、まあまあケーキを出す場所だから、まあパーラーがいいかなと思ったんですよ。まああのいろいろ曲を作っている進捗とか、こういうの作るよという、準備のラジオ、準備の音をこう、出したりとか、できればいいかなって。まあクリックっていうのはあのシーケンサーの中でキッコッカッコッカッコッコッコって鳴ってる、まあ、クリック、まあ、プチプチっていう音っていう意味もあるんですけど、まあ、そのプチプチの音もまあミニチュアの音になるのかなとも思っております。でまずクリックパーラーのジングル作ろうかなと思っておりまして、まあ、ちょっとの間はジングルの制作の、まあ実況のラジオになるかなと思っております。まあ、毎日更新と言ってるんですけども、一発目でこげてるんでね。3月1日ってあのトフィールポップっていう、プロジェクトを立ち上げた、100日目なんですよ。でそれを記念してやろうかなとか思ったんですけど、まあこんなところでも、ね、こんな感じでもいいのかなとも思っております。ジングルの、素材をちょっとこう、まあ発表する回もやろうかなと思っております。まあそんな感じでしょうかね。ひとまず終了します。とことでした。 See you。 はい、200303火曜日1831とことでございます。はい、ですね、今ちょっと新しい試みというか、ユニットネーム、コードネームは、まあ、自分があのアカウントの名前でもありますミッシンドットミシンでやっていこうかと思っております。あの本当に実験的な感じなんで、まあ、詳しくは言えないんですけれども、アズールという名前の、5曲 E の、コンピレーションを、今月半ばから、まあ、今月いっぱいに作ろうと思っておりまして、でその、まあ、コンピレーションというのは自分が関わっている、ユニットの、まあ、相方さんの、声を、それぞれ使って、それぞれの楽曲を作っていこうと思ったんですけど、なんかねそこに関わっている人たちを一緒くたにまとめてなんかやってみようかなと思って、ちょっと実験的に考えております。で今は、その中の、ヒルネミシンですねの、マメさんの声がこれで、であと、ラパンレーブのおももさん、この儚い音、それで、カスタネットボンボン、カスタネットキャンディー、カスタボンというのかなの、はーちゃんのこの3人の声を合わせてみました。でもう一つ今ちょっとまだあのサンプリングしないんですけど、アカシックレコードを立ち上げております。サンプリングがこの後、ちょっとあの入ってきて4声になるんじゃないかなっていう感じですね。まとめてみるとこんな感じです。あとねジングル作って言っててね、なんかジングル作ってたみたいこれまあいいんですけど、それではまたお会いしましょう。 See you。はい、200303火曜日1856とことです。こんばんは。アストノートウェーブフォルマンと、衝突音さんとの、キャッチボールが始まっております。すごいねテンション上がってるっていうか、あのね久しぶりのなんかこういうファイル交換なんで、なんか気合が入りすぎてるわけじゃないんだけど、
なんかね、すげえ大切にしてなんかやっていきたいなって。まあサクサクこう時間をねかけないでこう持っていくのもいいんだろうかなとか思うんですけど、ちょっとね自分のなんつんだろう老後の楽しみみたいな感じもあるんですけれども、まあ AWF、ショートソンさんからの、バリトンギターをバリトンギターでベースみたいなフレーズを入れるのと、あとノイズを入れてくれたっていうことで、ちょっと触りだけ聞かせてもらいますね。これからまた自分がどういうふうにこうこのファイルをやっていくのかっていうものもあるんで、まずは第一印象いきたいと思います。ワクワクいきます。ふう、うん、2分30秒だからね。入ってる。うねうねしてる、めっちゃうねうねしてる。よし、これは、次に続けようと思います。それでは、はい、2003火曜日、1858とことです。あーなるほどね、今アストノーツウェブフォルマントの、ファイルを確認しております。こうきたかベース、マジか。あーそよ風みたいな感じだね。いや結構自分の音をかなりバンバンこう変えてくるのかなっていう感覚があったんですけども、いやそうなんだ。いやもっと壊してもよかったのにっていうのがすごいあるんですけど、いや逆に言うと自分すごい重ねやすくなったな。これはもう少しなんかこう薄いミルフィーユみたいなものをちょっとこの上に重ねていこうか。このベースなんかちょっと細野晴臣っていうかハーディーみたいな外し方もあるのかな。あとプラスアルファカットアップをちょっとこう中間で入れて1分くらいの音を作っていきたいなと。あとねこのねノイズというかねパッドみたいなものめちゃくちゃいいですね。あーなるほど、おすごい、ファイル交換の上でのこうセッションっていうかバトルみたいなものになるのかなと思ってたんですけど、これはちょっとショートトーンさんのやっぱセンスがあるんだろうね。丁寧に作品がこうできてきてるっていう、おーと指示か、作品ができてきてるっていう感覚がすごいしますね。なんか2人してなんかこう土をこういじりながらか陶芸というかなんかそういうものをこう陶芸品を焼いてるみたいな感じがしました。ちょっとソロを自分でちょっと入れてみようかなってちょっと考えております。まあひとまずそんな感じです。以上です。それでは。